それではただいまから関西経済会と関西広域連合の意見交換会を開始させていただきます。私は本日の進行役を務めます関西広域連合事務局長中塚と申します。よろしくお願いいたします。本日ご出席の皆様につきましては別紙1別紙にそれぞれ参加者名簿排斥図を用意しておりますのでご確認いただきたいと存じます。合わせて関西広域連合の側から3種類、関西経済連合会様から1種類の資料をいただいております。これらにつきましても本来であれば個別に説明すべきところでありますけれども、なるべく多くの時間を意見交換会に割きたいということでございますので割愛させていただきたいと存じます。それでは開会にあたりましてまず井戸連合長よりご挨拶を申し上げます。意見交換会の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。新年になりましてもう20日が経ちましたけれども大変ご対応の中このような機会を設けさせていただきましてまたご出席を賜りましてありがとうございます。このような機会は非常に貴重な機会になるとこのように確信しております。今回は関係連のほか5団体の皆様に加えて滋賀県、和歌山県、鳥取県、徳島県の経済団体の代表の方々にもご出席を賜っております。お礼を申し上げますとともに幅広い意見交換になることを期待しております。関西広域連合でございますけれども私も連合庁を引き受けさせていただいて3期目に入りました。3期目ということは1期2年でございますので5年目になったということで、ございます。関西広域連合の歩みもすでに4年経過をして5年目に入っております。ご案内のように防災ですとか観光文化でありますとかドクターヘリでございますとか国家戦略特区とか国際経済特区などの特区を中心とします関西全体としての取り組みですとかその実を挙げているまた挙げつつあるわけでございますがやはり関西広域連合が目的といたしました関西全体で取り組むべき事業に取り組んでいくということと合わせまして国との関係でさらに分権化を進めるというもう一つの大きな課題もあったわけでありますがこれはなかなか相手のあることもございまして進展の実を挙げているとは言えない状況になっております。ただ一方でご承知のように地方創生という形で国全体としての人口減少対策とそれから東京一極集中の是正という大きな目標のためにどのようなことを進めていくかという大きな課題が出てきております。そのような中でやはり私は関西が非常に重要な役割を果たすべきだ。特に防災の面ではですね、東京の直下型地震なども懸念されているわけでありますのでできるだけ早く関西を我々、主張しておりますように、首都機能のバックアップをする地域だということに国として位置づけていただく必要があるのではないか。このことを阪神・淡路大震災から20年を迎えました今の時期だけに強く国に対して、理解を求めていく必要があるのではないかというふうに思っております。と言いますのは東京の空気は全くそういう危険についてですね、真剣に取り組もうという空気は全く見られません。それで本当にいいのかということをですね問うていく必要があるのではないかこのように考えているものでございます。また
今日の午前中、ワールドマスターズゲームズ2021の組織委員会の常任委員会を開催させていただきました。第1回目の会合であったわけでありますが、森会長の方からも、もっと人口に感謝していくような努力をしていく必要があるのではないかというご指摘を頂戴したところでもあります。少しずつ盛り上がっては盛り上がるというよりは理解が進みつつございますけれども、さらに努力をしていきたいと考えております。これからの関西どうなっていくのかということで、井上先生を座長とする展望研究会を開催させていただいております。メンバーの皆さんからはやっぱり関西、東京の真似をするのではなくて関西らしさというものを どう発揮させていくか、そういう仕組みやシステムをどう作っていくかが非常に重要なのではないかというご指摘をいただいているところでありまして、まあ、しかし関西らしさっては何だとかですね、いろいろな見方があるわけでありますが、それを具体的な手法にまで高められるかどうかが問われているのではないか、このように思っております。それから国家戦略特区や 国際経済特区でございますが、国際戦略総合特区では49のプロジェクトにつきまして、認定を、政府認定を獲得いたしております。これはもう他の地域に比べましてダントツの1位でございます。また PDMA の関西支部も創設されております。国家戦略特区におきましても健康医療分野におけるイノベーション拠点として指定されているもので、ございます。いずれにしましてもエネルギーですとか健康ですとか医療とか、これは関西の特色でありますので、これをさらに生かしていくような対応を、規制緩和や税制措置を中心といたしまして、後押しをして、伸ばしていきたい、このように考えているもので、ございます。今後とも私どもといたしましては、関西に関連する共通課題に対しまして、できるだけ、スクラムを組んで、推進役になっていきたいと考えております。そのような意味で、経済界の皆様とともども三官一体となった取り組みをしていきたいし、していくべきだと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。最後になりましたが、今年一年、羊ですしですので、平安で平らかな年であってほしいと思いましたが、イスラム国による誘拐事件や、あるいは私どもでは城崎温泉で犠牲者も伴う大火事が起きてしまっております。まあ、そのような意味で、羊だから安心するなという警鐘ではないかと思いますけれども、今年1年も十分にいろんな事柄が起こるかと思いますが、対応力を持ってしたたかに、臨んでいきたいと考えております。最後にその決意を申し述べまして、私の冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。引き続きまして、関西経済連合会森会長からご挨拶を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。関西経済連合会の森でございます。本日は江戸連合庁をはじめ知事市長の皆さんには本当にこの関西のですね、経済界との懇談の機会を賜りまして誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。すでにですね、実は昨日からのテレビとか新聞で報道されてますけども、昨日リニア中央新幹線の全線同時開業の推進協議会を開催いたしました。そこで国や JR 東海にですね、
提案する内容につきまして、松井知事、橋本市長とともですね、議論をさせていただきました。リニアのですね、全線同時開業の重要性というのは、これはもう言うまでもないことだと思います。移動連合庁には昨年のちょうどこの促進協議会の設立時にもですね、来賓としてお越しいただきまして、励ましの言葉もいただきました。これからが同時開業に向けてのですね、取り組みも正念場にかかってくると思います。我々も全力で取り組みますが、皆さん方のですね、ご支援も欠かせないと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。本日はですね、まず関西の各経済団体からですね、今日は幅広く地域から出席させていただいておりますので、まずお話しさせていただきまして、その後意見交換ということにさせていただきたいと思っております。先ほど伊藤連合長からもお話がありましたように、政府のですね、地方創生がこれから本格化していくと思います。そういう中で、府県の枠を超えたですね、広域の視点でどのような官民連携を進めていくかということは、地方創生、この取り組みをですね、成功させるためにも必要だと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。最初にまず私の方から2点申し上げたいと思います。1点目は公益観光についてですが、昨年4月に関係連と公益連合さんとの合意に基づきまして、華やか関西のシンボルマークを策定いたしました。本日も皆さんつけていただいているというふうに思いますけれども、その他にもですね、関空の到着ロビーにもですね、大型ビジョンでこのシンボルマークも活用いたしております。これまでのご協力に感謝申し上げますとともにですね、これからもこのシンボルマーク、華やか関西のですね、シンボルマークをぜひですね、活用していただいて、関西をですね、というブランドをですね、世界に広めるためにですね、ご支援いただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。からまた現在はですね、広域連合の皆さんとともに関係連の広域観光研究会で、関西広域観光戦略の策定を進めております。2019年のラグビーのワールドカップ、2010年のオリンピックですね、2021年のワールドマスターズゲームズ、これらを中期的なターゲットにいたしまして、具体的な目標を立てるとともにですね、関西に関わる地域ブランドの向上、インバウンドの促進のための取り組みをしっかりやっていきたいというふうに思っておりまして、その戦略をですね、今月中にも取りまとめることにしたいというふうに思っております。皆さんの手元に資料確か4という形で簡単な概要をお配りしておりますので、また後ほどご覧いただけたらというふうに思います。戦略を作ってですねだけではダメなんで、これをどう実行していくかということがポイントになってきますけれども、そのためにはですね、皆さん方自治体並びに経済団体の連携したですね取り組みが不可欠だと思いますので、ぜひご理解ご協力賜りますようお願いしたいと思います。戦略の推進体制につきましてはですね、7月の意見交換会での合意に基づきまして、関西広域連合とそれから関西地域振興財団、そして関係連の3社による検討会を先月から開始しております。皆様のご意見を伺いながらですね、できるだけ早く取りまとめていきたいというふうに思っております。本日はこの推進体制を含めました、戦略へのご意見もですね、お伺いできたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。できるだけこの戦略をですね、共有して、進めたいと思っておりますので、その点からもできるだけ皆さん方の意見も取り入れたいというふうに思っておりますので、
ご意見いただけたらというふうに思っております。から2点目はですね、国土形成計画についてであります。今年の夏ごろにはですね、国土形成計画の全国計画が策定されまして、来年度には各地域の広域地方計画が策定される見込みになっております。関係連ではこうした動きに合わせる形で今年度中にですね、今後の国土政策に関わる提言をしたいというふうに思っております。具体的な検討はこれからになりますが、東京一極集中の是正とかですね、都市部と周辺部がそれぞれの個性を生かして発展するための政策などですね、関西の持続的な発展につながるための国土政策を国に対して提言していきたいというふうに思っております。当然のことながらですね、その中には皆さん方、関西広域連合の皆さん方のお考えもですね、ぜひ含めて入れたいというふうにも思っております。で、関西広域連合ではですね、関西圏域の展望研究会において、大都市拠点都市のあるべき姿とかですね、多自然地域での心豊かな暮らしなどの検討を進めておられます。その考え方やアイデアにつきましてもですね、今回の提言の参考にさせていただきたいということで、すでに事務局間の間ではですね、お話しさせていただいておりまして、そこでの検討の状況につきましてもですね、我々ご教授いただいております。本日はですね、関西圏域の展望研究会における検討内容や、その他にも地方創生の観点から関西として主張すべき点などにつきましてですね、ご意見を、皆さん方のご意見を賜れればというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後にですね、本日は本当にお互いに期待のない意見交換ができですね、関西の発展につながるきっかけにできたらというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。私から以上です。ありがとうございました。それではただいまから意見交換に入りたいと存じます。進め方ですけれども、まず各経済団体の皆様からご発言をいただきまして、すべてご発言をいただいた後に広域連合各員から発言させていただきたいと存じます。その後、時間の許す限り自由な意見交換の場とさせていただければと考えています。それでは僭越ですけれども、私の方から順次説明させていただきます。まず大阪商工会議所佐藤会頭、小島副会頭からよろしくお願いします。2分ですか。2分、短いな。今井戸連合茶おっしゃいましたように、関西らしさっていうのをどう具体的手法でやっていくかっていう、ここが一番問われているとこう思っております。その場合ですね、相場の的にこうビジョンとか関西はこうあるべきだとかいう段階はもう過ぎておりまして、例えば仁坂知事の両方か、和歌山県はこの前中央区の方々をお迎えしたら、昨年ですが、今までなかった関西の魅力だと大変こう感激した感動の言葉をいただいたわけですが、そういったように関西っていうのは各県各都市によってこうみんな近接してるんですけど、異なった個性一つ一つの輝いた魅力を持ったのが関西であります。それをどうこう、関西らしさといえば、一つ一つその魅力のあるのが関西らしさでありますが、それをどう一つにくくって関西らしさというふうに持っていくのか、大変難しい問題だとこう思っています。そこで具体的手法と、こういうことだろうと思うんですがね、それで今一番商工会所の活動からして必要に迫られているのは、心の輝きを持ったエリアをどう具体的に広域連合が支援するかっていう、
それが一番ありがたいんじゃないかとこう思っております。例えば昨年も大橋会頭からご相談を受けて、よし一緒にやろうじゃないかと申しましたのは G8、 8ですね、サミットです。そういった具体的な問題について広域連合が支援する、後押しすると。これは神戸だけの問題だ、神戸がやったらいいっていうんじゃなくって、全体でどうやって支えていくか、あるいは京都のスポーツ文化の世界会議におきましても、これは京都だけに任せておけばいいという問題じゃないわけでありまして、広域連合としてどうやってお支えするのかという、まあ、そういったことをですね、ぜひこれからやっていただきたいなと。それがさっき連合長おっしゃいました推進機能としての広域連合だとこう思っているわけではあります。まあ、とりあえずそう申しまして、また後ほどチャンスがありましたら申し上げたいと思います。よろしくお願いします。それでは全く同じ、もちろん同じ商工会議所に席を置いておりますので同じ意見のところが随分あろうかと思いますけども、とにかく具体的な事業を着実に推進されているということにつきまして、金がね評価というかさせていただいているわけでございますが、まあ、予算とか人員が少ないということの中でどのように推進していくのかということにつきまして、例えばいわゆる活動自体に一般住民を巻き込むというふうなことができないかということではなかろうかと思います。でこれは広域利点の実感を利点を実感して理解を深めるということが、起こってくれば一般の市民も参加したいというふうなことにつながっていくということではなかろうか。そのためには成果を具体的な事例もしくはその数値や金額、こういった分かりよいものに明示してですね、そのメリットを積極的に住民に継続的に広報していくということによって一般市民からの参加意識も起こってくるということではなかろうかと思います。でそれと同時にですね、いわゆる、まあ、予算とか人数が限られるということも踏まえまして、経済団体やとか民間企業が実施している事業などとですね、できる限り連携していくということでですね、むしろ連携というよりは活用するというふうな形に持っていってもらったらと。でそのために若干の委託金とか補助金を支給するというような工夫も必要ではなかろうかというふうに思います。広域連合だからということではなしに、そういった垣根を取り払っていくということが大切ではなかろうかというふうに思っております。それから権限以上でございますが、まあ先ほどもございましたが、バックアップ機能の受け皿の役割の強化ということを追求すべきだと思いますが、その過程で例えば文化庁は関西とか、あるいは中小企業庁は関西とか、まず先行して具体的にそういった 1,2 の省をあるいは 2,3 でもいいんじゃないかと、そういったものを関西に持ってくるということも一つの方法ではなかろうかというふうに思います。それからまあ、そういったことを強化していくというときに、今地方創生政権の課題になっているのですから、一番のチャンスがここで来ているということではなかろうかというふうに思います。まあ、政府に働きかけるといい機会になっているんではなかろうかなというふうに思います。それから厚生保険費を束ねる力というのは先ほど来話題になっておりますが、その持っている権限と県とか市が持っている権限についてもですね、上からの権限を要求していくということもあります。国に対しても
でも府県で持っているそういったまあ仕事事業につきましてですね、それをまあ広域連合へ積極的に切り出していくということをしていく必要があるんじゃなかろうかというふうに思います。そういった意味で、まあ、遺憾すべきものを今しっかりと具体的に洗い出していくということをしていただければと思ったりしております。それからその具体的に例えば次世代の産業育成とか観光なんかを取り上げたらですね、これは府県単位ではちょっと小さすぎて、そして国際競争力をの国際的な競争を勝ち抜けない、戦えないというふうなことがあるんではなかろうかと、そういった意味で関西単位で競争戦略を立案遂行していくということにむしろ積極的に今移していくべき時ではなかろうかというふうに思います。それからいろいろと申し上げてよろしいんですから、ちょっと長時間になっていかんのですが、それからライフサイエンスとかそういったメディカルでですね、大阪商工会議所は大変継続的にマッチングシステムを取っております。でこれは例えば次世代の医療システムの産業化フォーラム、あるいは創薬の開発に対しては創薬シーズの基礎技術アライアンスネットワークというふうな形で産学連携の全国的なプラットフォームを持っていっておりますが、これを継続的にやっていくということと、それから今度来年2月に関西広域連合で実施されますメディカルジャパンですか、こういった大きな催し、こういったものと複合してですね、このいわゆる特区を実のあるものにしていくということで今動くべき時ではなかろうかというふうに思います。プラットフォーム事業というものが相乗効果を発揮できるというふうな形はやっぱりメディカルジャパンのような大きな催しと連携した時ではなかろうかというふうに思います。それからツーリズムもですね、随分変質してきているというふうに思いますね。でこれはなんていうのか個別の観光スポットということはもうほとんど違うということになってきて、ルートとして取り込むことが必要だと、そういった意味での連携というものが具体的になってくればというふうに思っております。それと無形文化遺産、あるいは有形の文化遺産、世界遺産ですね、そういったものを十分に活用していったらというふうに思いますが、無形文化遺産の方がちょっとなんかスポットが当たりにくいということがあるんじゃなかろうかと、これは特定しにくいということもあるんでしょうけども、関西でしたら能楽とか人形浄瑠璃、歌舞伎、あるいは雅楽謎があるわけですけども、特に地域の行事ですね、でこれは祇園祭りとか奈良のこれ大木律っていうんでしょうかね、とかあるいは那智の田楽ですね、こういったものがなんか本当にこう素晴らしいものであるにもかかわらず、何か それを観光資源として使っていくという点に欠けてるんではなかろうかというふうに思います。常設してそういったものを関西のどっかの一角でですね、そこへ行けば伝統芸能やとかこういったものが芸術が見れる、体験できるというようなことがあればと思うんですけども、これは私は自分で和食屋をやってますからよくわかるんですけど、和食もですね文化遺産として確認されておりますけども、それはどうもインバウンドの同居の柱の一つにはなかなかなっていないと、京都でもそうかと思います。で結局何なのかというと、それをちょっと崩してしまったいわゆる日常食というようなものにの中でしかそれを表現できてないというのが一つ大きな問題だろうというふうに思いますね。いろいろございますんですが、もう一個だけ言わせていただきますと、関西はスポーツの聖地だということもあると思います。アメリカではスポーツコミッション
これはあの医療、スポーツ医療とか、あるいはツアーとか、あるいはスポーツ用品メーカーとか、大型のスポーツイベントとか、そういったものと観光とか、そういったものを総合して、町ぐるみでそれを売り出していくと、打ち出していくというのが、アメリカではね、130ぐらい、こういった市町村レベルで実行しているところがあるんですが、一体になってですね、こういったものが一体化されて、地域にその活力を生んでいくということ、だから地域が燃えるんですね。大リーグでもあれなんですね、ホームグラウンドの応援はすごいんですけど、敵地へ行きますと、もう大変なもうハンデがあるというぐらい、未びいきで応援をすると。だから、高校野球のように盛り上がってくるということがあるんだと思いますが、それをもっと広げて、総合的なものにしていくということがあればというふうに思います。以上でちょっと意見をさせていただきます。ちょっと長くなりまして恐縮でございます。ありがとうございました。それでは次に京都商工会議所立石会とよろしくお願いします。はい。私からは関西圏の地方創生と広域インフラ整備の2点につきまして発言をさせていただきます。ご承知の通り、いよいよ安倍、首相による改革断行国会が始まったわけでございます。でぜひそれと連動して広域連合としては、新たなベンチャー企業が生まれたり経営者が事業を拡大、しやすくなるような、構造改革と、規制改革の環境整備に軸足を置くべきじゃないかな、それを申し上げておきたいと思うんですが、地方創生の鍵は何と言いましても新たな価値を創造する地域の地方の知恵と活力にあるとこのように考えております。中堅企業あるいは中小企業を中心とする地域経済の活性化と雇用の創出、さらに賃上げをいかに実現できるかが大変大切でございます。若者が希望を持って地方で働き地方で暮らすことができる地域づくりに関西の行政はもちろん経済界企業地域が一つになって取り組む必要があるとこのように考えております。そこで関西圏が日本の地方創生をリードするためにまさに地方分権改革を担う関西広域連合の進化が問われると考えております。昨年10月に町人仕事創生本部に対する施策提案を行っておられますが関西の各地域が広域連携して地方創生への取り組みをすると進めるためには私はアベノミクスの本当の第三の矢というのは構造改革、規制改革だとこのように考えておりましてその点に関して広域連合が果たすべき役割や展開する具体的な施策を、明確に示して、いくべきだとこのように考えております。また昨年末に決定されました町人仕事創生総合戦略では施策パッケージの一つとして政府関係機関の地方移転を掲げており今後地方の意見も踏まえて移転すべき機関の提案や具体化を図る方針を示しております。京都では風刺経済界が一体となりまして観光庁と文化庁の移転を国に要望し続けております。また京都では行政経済界大学文化観光地元市などの各界トップで構成する京都の未来を考える懇話会が京都ビジョン2040という提言を一昨年5月に取りまとめましてその中で皇室のどなたかに京都にお住まいいただくあるいは皇室行事を開催いただく総教構想の実現を提言しているところでございます。ぜひとも東京一極集中を是正し地方分権改革を推進するために
関西広域連合としても関西への政府関係機関の移転や国の機能権限の維持をさらに積極的に提案していくべきではないかとこのように思っております。ぜひ、改革断行国会の訴状に乗せるべく働きかけを強めていただきたいというのが一つ。もう一つは広域インフラ整備についてでありますが、さらに首都圏に比べて遅れを取っております交通インフラの整備につきましては、関西の発展あるいは観光戦略の上でも大変重要でございます。リニア中央新幹線の大阪までの全線早期開業、あるいは北陸新幹線の敦賀伊勢ルートの決定、早期延伸をはじめ、日本全体の経済効果や日本のあるべき姿を見据えた上で、関西の成長にとって最適なインフラ整備を引き続き検討し、国や関係機関に対して積極的にその実現を働きかけていただきたいと、このように願っております。結びになりましたが、来月関西財界セミナーが京都で開催されますので、ぜひ引き続いて議論を深めることを楽しみいたしております。以上でございます。ありがとうございます。それでは次に神戸商工会議所大橋会頭、よろしくお願いします。はい、いつもですね、関西広域連合におかれましては地域経済の活力増進に向けて精力的に活動いただいておりますことを改めて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。で、今日は意見とか要望といったものではございませんけれども、2件だけ端的にお話しさせていただきたいと、発言させていただきたいと思っております。一つ目はですね、先日石破地方創生担当大臣と日本商工会議所との、懇談会がございまして、その席上でですね、申し上げましたその意見、政府に対する意見要望の内容を、ちょっと簡単に報告させていただけたらなと思っています。内容はですね、地方創生っていうのは先ほどからお話出てますけども、地域産業の競争力の強化っていうのはもう重要な鍵であるのは明白でございます。そんな中で関西圏が先ほどお話ありましたように国家戦略特区に指定されまして、規制緩和が進むことでさらなる発展が大いに期待されておるということでございます。規制緩和というのはですね、私いつも申し上げてますけども、特別なコストを伴わずに成長戦略を具現化する非常に有効な手段であることからですね、なんといってもスピード感のある規制緩和をお願いしたいということをまず一つ申し上げてまいりました。それから二つ目はですね、従来の規制緩和っていうのは個々の規制緩和提案をですね、一つ一つ精査して提出したやつに対して精査して、その可否を決めて、事業ごとの可否を決めて決めるやり方だと。で、そういうやり方だったら追いつかないと。国家戦略特区においてはですね、民間の潜在的なその挑戦意欲だとか、あるいはその投資マインドをさらにこう強く刺激する意味ではですね、もう明らかに初めからもう全面的なもう一歩踏み込んでですね、特定の分野とか領域、例えばその先ほどからお話出てますようなエネルギー分野、環境分野、医療分野、教育分野とかいうこう分野がございますけれども、その分野ごとにですね、もう緩和したらいいことははっきりしてるはずなんですね。分かってるはずなんです。ですから総括的、一括的に全面的なその緩和方針を分野ごとにも打ち出したらいかがですかと。そうすることによってスピーディーな地方創生にも非常に有効だという考えを持っておりますということを、ですからぜひ検討いただきたいということを申し上げてまいりましたが、要は政府は受動的な規制緩和っていった、受動的な規制緩和ではなしにですね、これからはやっぱり特区の自主性というものが生きてくるようなですね、能動的なといいますか、一括的な規制緩和をぜひご検討いただきたいというのが趣旨でございます。で、たまたまですね、あの元気な小泉進次郎さん臨席されておりまして、一緒に出席されておりまして、会議終わった後近づいてきて、これ大橋さん絶対やらなあきませんなって言ってくれたんで、大臣はちょっとおっしゃらなかったですけども、いろいろあると思うんですが、
ですけど、そうおっしゃってくれたんでですね、ひょっとしたらなんか動き出さないかなと、そういう方向で動き出さないかなと、もう規制緩和を募集するというんじゃなしに、もう鼻からボンと出していくと、政府がというやり方ですね、能動的なというのをまあお願いしてきたということを報告したいと思います。それから2つ目ですが、先ほど来年の7月にですね、日本で開催予定しております主要国首脳会議サミットの誘致に関してでございますが、これは神戸を含む今現在7都市が名乗りを上げておりまして、ご承知のとおり私どもも神戸地元経済会も兵庫県神戸市とともにですね、官民挙げて誘致活動を積極的に進めておるということでございます。関西広域連合の皆様方にもご賛同いただいておるとお伺いしてますし、またですね、先ほど代表の佐藤会頭からもお話しあったとおり、関西経済会からもですね、非常にそういった強いご支援を賜っておりますし、また京都が今大臣会合ということを考えております。それも立石会頭とか連携しながらですね、招致をですね、進めておるところでございます。経済界としてもですね、で誠に皆様方からのご支援をいただいてですね、心強く感じておるところでございます。ありがとうございます。で、できたら近く良い知らせが届くことを願いつつですね、誘致実現に向けて最大限の努力をこれからもまだ続けていく、少し遅れるんですかね、今の状況ですと決定は、参りますのでですね、引き続き、特段のお力添えを賜りますようこの場をお借りしましてですね、お願い申し上げておきたいと思います。ちょっと散漫な発言でございますが、よろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。それでは堺商工会議所前田会頭、よろしくお願いします。はい、本日発言の機会を賜りました、ありがとうございます。私からは2点お願いしたいことがございます。まず第1点目、観光振興につきまして、関西非常なメジャーな観光スポットがたくさんありますが、歴史的な構造物、世界遺産がまず思い浮かばれると思います。いずれも国内からは非常に高い抜群の知名度と、絶大な集客力を誇っています。皆さんご存知のように、堺市と羽曳野市、藤井寺市にある百舌鳥古市古墳群は、関西では2004年の紀伊山地の霊場と三市道以来、大阪でこれが初めてとなる世界遺産登録を目指しております。当商工会議所といたしましても、2017年世界文化遺産登録を目指しまして、登録に向けた PR 活動を非常に強化しているところなんです。もちろん登録を目指すライバル非常にたくさんございます。今年は国内推薦という勝ち取らねばならないという大変重要な年になっております。もっと古市、百舌鳥古市古墳群の知名度を国内外で上げていかなければならないとひしひしと感じております。そこで関西広域連合様におかれましては、関西ブランドを国内外に発信する中で、百舌鳥古市古墳群の PR につきまして積極的にご協力いただきたいと考えております。来年の関西国際イヤーは関西の世界遺産がテーマとなると予定をお聞きしております。おそらく関西の世界遺産にスポットを当てた観光ルートを構築されるものと思われますが、世界遺産のみならず関西が誇る国宝無形遺産など一体的に PR することで、新たな関西の魅力や情報発信につながり、観光振興がさらに拡大するものと考えております。併せて百舌鳥古墳群も将来の世界遺産として同時に PR していただければ、登録に向けて大きな後押しの力となりますので、ぜひご検討いただきたいと思います。2点目につきましては、ビジネスマッチングについてですが、堺は非常に中小企業が多くございます。その中小企業の中で低炭素、環境エネルギーはじめ幅広い分野で高い技術力、優れた製品を有しておりますが、取引拡大につながっていない場合が多々あります。こうした企業のビジネスマッチングや情報発信に対する支援を当商工会議所の方に求められております。そこで当商工会議所では、ものづくりマッチング商談会をはじめ、企業商品を売り込むための商談会や展示会を多々開催しておりますが、直接的な取引に結びつくなど、利用企業からも一定の評価を得られております。しかしながら、こうした商談会の多くは非常に単発的で小規模な受注、近隣企業との
が多いのが実情です。ポテンシャルの高い境の中小企業のため、より安定的で大口の受注や全国的な販路開拓への支援を必要としております。そのためには域外の企業との接点が重要となってきております。その点、境での商談会開催は地理的要因やネームバリューの面でローカル色が強く、ほぼ地元の中堅企業の参加にとどまる比較的狭い範囲での取り組みになっております。そこで関西広域連合が有するネームバリュー、信用性、広域ネットワークといった特性を域内中小企業の競争力強化、産業集積の維持拡大に最大限活用すべきであると考えております。域内企業が各地で開催される商談会を相互に利用できるのみならず、堺をはじめ地方では呼べない大企業、グローバル企業を広域連合が主体となって集めていただき、各地方で商談会を開催するなど、地方中小企業が大企業、グローバル企業と商談できるよう仕組みをぜひご検討いただきたいと思います。私からは以上です。よろしくお願いいたします。それでは関西経済同友会村尾代表幹事お願いいたします。関西経済同友会の村尾でございます。私からはこの関西地域の活性化のためにですね、皆さん方広域連合と連携をし、あるいはサポートいただきながら進めていきたいという観点から、少し私どもの活動事例を踏まえて発言させていただきたいと思います。私どもどういうかとしましては、この関西地区で指定された戦略特区の問題、それから2019年から21年に連続して行われます三大スポーツイベントの問題、それからリニア中央新幹線の問題、あるいは関西版の IR の問題等々で、さまざまな勉強をし、活性化のために役立てていこうとしているところでございますが、その中で一つはスポーツイベントの推進という観点から、2019-20-21 委員会というものを作りましてですね、今、提言書作りを進めているところでございますが、やはり宿泊施設の拡充、それからスポーツ会場といったものもきっちりと確保していかなきゃいかん、それから交通インフラの整備の問題、それから特に外人観光客ということで Wi-Fi、フリー Wi-Fi の環境整備、こういったものを広域的にやっていかなきゃいかんなということで、今提言作りに努めているところでございます。それからもう一つ、この戦略特区の関係でですね、農業改革委員会というのを作っております。で、兵庫県の養父市をはじめ全国各地の先進事例の視察をし、中山間地の農業活性化にどうしたらいいんだという勉強もしているんですが、勉強していく中でですね、欧米の先進国は必ずと言っていいほど農業大国であると、輸出額が年々拡大してきて、例外は日本であると、全く農業の輸出額が増えてこないということで、私どもも昨年台湾あるいはシンガポール行きまして、こういう輸出、農業生産品の輸出拡大に向けて何が求められているか、そういったようなものも勉強してまいってきたところでございます。あるいは養父市訪問した際にさまざま勉強したものとして、やはり、その儲かる農業をやろうという強い意志を持った方々を養父市とマッチングさせるという、こういったようなものの支援とか、あるいはファンドも必要でございますので、地元地銀とあるいは大手銀行と組んだファンド促進なんかも私ども支援してまいったところでございます。いずれにせよこういう形で関西のこの中期的なさまざまなプロジェクトを着実に前進実現していきたいということで、今後も活発に活動を続けてまいるつもりでございますので、ぜひ
広域連合の皆様方のサポートをいただきながら、あるいは連携いただきながら進めてまいりたいと、このように思っております。それでは滋賀県商工会議所連合会大道会長、よろしくお願いします。滋賀県商工会議所連合会の大道で ございます。私から3点申し上げたいと思います。まず官民一体となった誘客戦略とその体制構築につきまして、インバウンド対策といたしまして、今ほど村尾代表幹事さんからも Wi-Fi の話が出ましたが、滋賀県も遅まきながら無料 Wi-Fi 環境を整備すべく、私たち商工会議所連合会が SSID を取得したところでございまして、来年度早々にも滋賀県とともに本格的に取り組む予定をしております。ところで府県域を超えた広域的な無料 Wi-Fi 環境を考えますと、各府県において SSID 認証基準が異なっているために、府県を超えると再度 Wi-Fi の設定をしなければならず、利用者にとって不便をきたすことになります。つきましては Wi-Fi 利用者の利便性を考え、 SSID 認証基盤が総合利用できますように、これは技術的には可能と聞いております。無料 Wi-Fi の環境整備に取り組んでいただきたいと存じます。また国内旅行者の誘客対策として、交通手段の利便性を向上させるために、鉄道や高速道路を一定額で乗り放題できる多機能交通パスの導入も検討いただきたいと存じます。2点目は地方版総合戦略の策定につきましてでございます。平成27年度中に市町村など各自治体にも地方版総合戦略の策定を求めるとされております。しかし市町村が総合戦略を策定する際、市町村レベルのミクロの視点だけでは十分とはとても言えません。府県域あるいはそれ以上の広域なマクロの視点が必要と思われます。そこで観光と分野を限定してでも戦略が策定できますように、関西連合広域連合の事業と整合性が取れて実効性がある戦略が策定できますように、関西広域連合に相談窓口を設けていただきますように提案いたしたいと存じます。また地域創生のために地元市町村とともに汗をかきたいと考えております。私ども商工会議所や商工会の各経済団体が総合戦略策定当初から参画できるスキームとなりますように働きかけていただきたい、このようにお願いしたいと存じます。最後もう一点、人口減少化における高齢者の活躍について申し上げたいと思います。本件につきましては関西広域連合と経済団体が、高齢者が働けて関西経済の生産性を高める社会をどのように作るのか議論する場を設けてはどうかという提案でございます。議論のテーマは高齢者を雇用する制度の導入企業への優遇策等にはとどまらずに成長分野や採用意欲のある企業への高齢者の受け入れ支援のあり方、それから技術やノウハウを持った大手企業退職者の方などを中小企業の支援にお願いできないか、あるいはまたその持っておられる技術やノウハウを、中小企業支援、それから地域支援を生かした取り組み等への支援に生かしていけないか、そのような仕組みを検討する場を設けていただけないかということでございます。そうした上で関西広域連合地域の将来像を描いて国に対し政策を提言できますように、協議会の立ち会いをご検討賜りたいと、このように思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは和歌山県商工会議所連合会片山会長、お願いします。和歌山商工会議所連合会の片山でございます。いくつか希望要望等々述べさせていただきたいというふうに思いますけれども
ご承知の通りですね、和歌山県では今年の9月から10月にかけまして、和歌山国体と和歌山大会が開催されて、まあ、多くの競技者、観戦者の方がお越しいただけるというふうに思っております。また今年は和歌山におきましては高野山が開山1200年を迎えるということがございまして、この春からですねいろいろ行事がありまして大放映が行われるということでございます。まあまあこれチャンスでございますので、和歌山県といたしましては昨年からディストレーションキャンペーンということで、この魅力を全国的に広くまあアピールしていただきまして、誘客の促進を図っていただいたところであります。ただですね、たくさんのこの観光客それから来県者を迎えるためにもやはり高速道路網のですね整備促進が今非常に大事であるというふうに思っておりまして、特にもまあこれもご承知いただいていることだと思いますけれども、その和歌山県では主要な幹線道路がこの海岸線沿いの42号線だけというまあ非常に希薄な状況にございまして、まあもちろん観光による地域活性化だけではなくてですね、まあ今年は阪神大震災からちょうど20年目というまあ節目の年、まあ防災に非常にまあ関心が高まっている年ということでございますので、今後ですね非常にこの発生が予測されます東南海南海大地震についてですね、これの緊急輸送道路ということでの近畿自動車道の規制線とですね京奈和道路のこの早期整備ですね、これについてぜひともサポートをお願いできればというふうに思っております。それから観光についてでありますけれども、その日本商工会所で、いわゆる行動指針というのが、まあ、できているわけでありますけれども、平成26年度をですね観光振興元年ということで、まあ、全国の会議所に、担当者を置いて会議所での観光ネットワークの構築というのを、まあ、進めておるというところでありますけれども、まあ、関西でもですね、京都の商工会所立石会頭の声掛けで、大阪神戸京都奈良滋賀和歌山とこの6商工会所で広域観光の推進検討委員会というのがこう出来上がっておりまして、アジアからですねぜひとも観光客を受け入れようということで、これ24年度には中国上海と広州ですか、ここへトッププロモーションを行いまして、昨年25年度にはですね逆に上海こと広州から経済界あるいはマスコミからのトップをお招きしてファームトリップを実施したということであります。まあ、ということで広域連合におきがれましてもですねこの広域観光のルートをいろいろと設定をされておられると思います。和歌山県この紀南地方の、まあ、いわゆる有名な観光地等は取り上げていただいておりますけれども、例えば韓国から非常に近い和歌山市の近くにもですね、現在、まあ、アニメファンに非常に、こう関心を持っていただいております友ヶ島とかございますし、あるいは和歌の浦から君井寺西前宮等々この万葉法の時代からですね、ずっとこの歴史のある寺社とか仏閣等々こうした名所旧跡も非常に、まあ、和歌山市の近くにも多くございますので、この辺もですね、まあ、一つのプランとして取り入れて作成をしていただければというふうに思います。それから現在和歌山県ではですね、県内のこの各地をですね、の景観をこの楽しみながらこの観光振興と同時にその健康づくりにつなげていこうということでサイクリングロードの整備促進を計画されておられるということでございまして、この紀伊半島のこの沿岸を走る海のルートとですね紀の川沿いを走ります川のルート、それから、高野山を走ります山のルート等々ですね、いくつかこうルートを設けまして、海山川これを楽しめる、まあ、サイクリングロード、これも全線、800キロということらしいですけども、これを、まあ、整備する計画を進めているということでございまして、まあ、そのためにもですね、この利用者がこう休憩していただいたり、自転車の手入れや修理をするためのこのサイクルステーション、これをまあ設ける必要がございますので、これ現在、県内の自治体とか会議所を通じまして、公共施設、コンビニ等々、まあ、自転車店等の協力を得ましてですね、ベンチの無料貸し出しとか、修理キットとか、空気入れとか、
こういったものを置く予定ということにしているわけでありますけれども、まあ、こうしたサイクリングロードですね、ぜひともこの府県間を超えた広域的なサイクリングロードというのを一遍、まあ、連携として検討していただければどうかなというふうに思います。まあ、特にですね、関西には自転車産業の集積があります堺市というところがございまして、まあ、ここもございますので、まあ、そういう意味からもですね、こういった試みをですね、ぜひまあサポートしていただければというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。それでは鳥取県商工会議所連合会藤縄会長、よろしくお願いします。はい、今年は地方創生元年でありますが、私が年初来先月にも行っておりますのは石破創生大臣の地元でありますので、国頼み石破頼みはダメで、本気で知恵を絞ってやっていきましょうということを、まあ、言ってるわけですが、そうした中で今年会議所として、力を入れていきたいことの一つが地域間連携でございます。でこれについて3つちょっとお話をしたいんですが、一つはジオパークの絡みでございまして、山陰海岸ジオパーク、これとお隣島根県の沖野ジオパーク、これ両方世界ジオパークでありますので、これの連携を考えていくのはもちろんですが、今度は日本ジオパークに南紀熊野が認定をされましたので、これとの仕掛け作り連携を考えていきたい、まあ、片山会長よろしくお願いをしたいと思います。それから今年9月には第4回のアジア太平洋ジオパークネットワークの国際会議が、山陰海岸で開催されますんで、まあ、これは京都、兵庫、鳥取、3県の連携を一層強めまして、この大会を成功させることと、まあ、世界に向けて大きなチャンスですんで PR をしていきたい、でよろしくお願いを申し上げたいと思います。それから2点目が、これは昨年この場でも申し上げましたんですが、京丹後宮津との連携でございまして、これはまあ一昨年昨年相互訪問を会議所同士やっておりましてですね、これさらに今年はいわゆるその具体的な成果につなげていきたいと思っておるところでございます。それから3つ目が北前船でございまして、これは皆様ご案内のとおり北海道から日本海側を通って下関から瀬戸内海に入って大阪までというあれでございますので、かなり広域にみんな関係をしてくる、まあ、地元の中国五県は全て入りますし、大阪、京都、兵庫、これも入りますんで、これもフォーラムを毎年やっておりまして、これを、まあ、鳥取に引っ張っていきたいと思っておりますが、まあ、すでに来年、今年来年は決まっておりますんで、開催地が、3年後になりますけれども、この辺の仕掛けを考えていきたい、またご協力も賜りたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。2分間以上であります。ありがとうございました。それでは徳島県商工会議所連合会、丸浦副会長お願いします。はい、徳島県商工会議所連合会副会長丸浦製造でございます。2点ほど発表させていただきます。現在国においては地方創生を看板政策として取り組んでおり、その一つとして、観光振興、地域資源の活用を掲げ、2020年に向け、訪日外国人旅行者2000万人を目指して、おります。こうした流れの中、今後国内各地の地域ブランドの確立や差別化など地域間の競争がこれまで以上に激化するものと思われます。関西広域連合の皆様にも、まあ、ここで、田舎もしくは地方の考え方活動もご認識いただくために、
今日は徳島市の回答ではなく、まあ、山間部の回答として参りましたので、発表者の特権としてあえて我が地元を報告させていただきます。私の地元であります三好池田町は徳島県の西部に位置しております。かつて池田高校の球児たちが足腰を鍛えた急な坂道があって、そんな中山間地域であります。また現在沖縄北方科学技術政策を担当されております山口内閣特命担当大臣の地元でもあります。そんな三好氏は昨年9月の安倍首相の所信表明演説で三好市の祖谷地域を桃源郷のような別世界と東洋文化研究家アレックス・カーの言葉を借りて表現したように日本の原風景が色濃く残る本当に田舎の地域であり、徳島県の昨年上半期の外国客が4割増加とも紹介された通り、近年国内外からの注目が集まっている地域でもあります。私は地方創生とはそこの地方に住んでおる住民の誇りの創生というふうに考えておりますが、こういった意味においても泉徳島県知事が提唱されております VS 東京としての急先鋒の役割をも果たしたいと考えておるところでございます。また同じく三好市の山城町は妖怪の子泣きじじいで有名な地域であり、鳥取県境港市、岩手県遠野市とともに漫画家の水木しげる氏が会長を務める世界妖怪協会から妖怪文化に貢献した地域として認定されており、昨年11月には徳島、鳥取、岩手3県が連携し海フォーラム in 徳島を開催しました。このフォーラムにも県内外から多くの妖怪ファンが集い、地域の活性化に大いに寄与し、改めて地域が連携することにより巻き起こるパワーと地域に埋もれた資源、宝発掘の重要性を痛感したところであります。関西広域連合においては、各府県市にまたがる、広域環境観光ルートを設定するなど関西ブランドの発信に精力的に取り組んでおられますが、まだまだ関西にも一般的には知られていない埋もれた資源、宝が数多く存在するのではないかと思われます。これら各地域の資源を広域的につなげ、さらに魅力的なルートを設定するほか、共通のテーマに関わる資源を持つ地域同士が連携するなどしてイベントを開催し、国内外から多くの人を呼び込む工夫を関西広域連合としてぜひ取り組んでいただきたいと思います。2点目は、現在関西広域連合において電気自動車の普及促進に取り組んでおられますが、昨年12月トヨタ社から燃料電池自動車が販売され、また今年中にはホンダ社からも燃料電池自動車が販売されるようであります。現在は高額な燃料電池自動車の車両価格も2025年頃には現在のハイブリッド車と同等の車両価格を目指していると聞いております。これが実現すれば究極のエコカーである燃料電池自動車の普及が実現のものとなります。今後見込まれる燃料電池自動車を利用する観光客やビジネス客を他の地域に先んじて取り組むため、水素ステーションを関西全体で合理的に配置すべきと考えます。関西広域連合で積極的な取り組みを切に期待したいと考えております。以上です。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは最後になりました関西経済連合会住副会長沖原副会長、よろしくお願いします。
また関係連で、文化観光委員会を担当しております角でございます。広域観光につきましてはもうすでに多くの皆さんからお話ございましたので、少し屋上多くを重なることになりますけれども、一昨年インバウンド1000万人を突破したと思いましたらですね、今年はおそらく1500万人の方が日本にお越しになるであろうというふうに推定されています。ですからこのスピードにですね、ハードソフトともインフラが追いついていないのが残念ながら現状ではないかというふうに思います。でその中で、もちろんそのインバウンドの方が日本に来られて困っておられるのは言葉の問題であり、あるいは Wi-Fi 等の情報の問題であり、あるいは交通機関の利用のしにくさでありということだとは思いますけれども、これを近畿経済産業局が中心になりまして、もう一度インバウンドの方、あるいは外国の方で日本で仕事をされている方、あるいは海外からの留学生の方がどういうふうなことに困っておられるかとか意識調査をですね、されようとされてますので、ここに民間も、一緒になってですね、もう一度そこをデータとして押さえた上で、スピードを上げていく必要があるのではないかなというふうに思っております。で先ほど交通関西ワンパスというのがこの資料の4にも書かせていただいておりますけれども、来年の春を目指して検討中ではございます。ただ私も個人的にはですね、阪急がインバウンドの方向けに割安のフリーチケットを発売しておりまして、韓国ですとか台湾ですとか現地で発売をして年間約10万枚のチケットが売れております。ですからこういう形で関西全域が乗れるような関西ワンパスというのが、私は個人的にはそれを目指したいんですけれども、残念ながら交通事業者全体ではですね、その値引きということについて、合意が得られておりません。ただ来年の春を目指してますのは、1枚のチケットで、その IC カードになると思いますけれども、多分 IC だと思いますけれども、それで全て JR も含めて乗れるようなイコカをベースにしたチケットが検討をされておられます。ですからそれは一歩前進なんですけれども、将来的にはやはりインバウンドの方になんとか割引関西ワンパスができればなというふうに思っております。ただこれはそのなかなか合意形成が難しい問題ではありますが、主張はしていきたいというふうに思います。それと先ほど立石会頭から2月の財政見のお話がございました。で財政見で、今回初めての試みとして第一分科会第二分科会、この2つで、国家戦略特区の地域部会の委員をされておられます、井村先生にキースピーチをしていただいた上でですね、第一分科会第二分科会で医療、創薬、まちづくりについての、意見交換をしたいと思っておりますので、ぜひとも各自治体の皆さんもご出席いただきまして、ご意見を配置をさせていただけたらというふうに思います。以上でございます。引き続きまして沖原でございます。関係連で国土広域基盤委員会を担当しておりますので2点申し上げます。1つは今後の国土政策について、もう1点は地方創生ということでございます。まず国土政策につきましてはですね、昨年の7月のこの会でですね、基本的考え方というのをお話しさせていただきまして、10月にはですね、具体的な提言を政府、その辺霞が関にも言いました。でその時のポイントはですね、一つはやっぱり新たな成長エンジンを創出するようなやっぱ国土計画、それから地方経済の実現に資する国土計画、それから先ほど連合庁からもございましたナショナルリジリエンス、防災のためのですね、国土計画というものが基本的な考え方において重要であろうということで申し上げまして、これも先ほど森会長の方から話ありましたが、この3月末の年度内にですね、次期国土形成計画への反映を目指して、第2弾の提言を関係連としてもしたいと思っております。で、その時は、中に盛り込む話としてはですね、やはりこのお話出ましたけれども、輸出向け農業の促進であるとかですね、外国人観光客へのサービスの強化、あるいは高齢者向け医療介護サービスの拡充などですね、要は地方にですね、新しい産業、
雇用を生み出すようなですね、やはり国土政策なり政策を、進展していくべきだというようなことを盛り込む予定でございますが、まあ、いろんなご意見ご提案をいただければと思います。それから地方創生についてでございますが、これもまあ昨年からですね、議論が本当に本格化しておりまして、まあ、各自治体から出てきたアイデアに交付金を配るとかいろいろ出ておりますので、これは本気でいろんなことをやっていかないかと思いますし、お知恵を頂戴したいと思いますが、まあ、そのいずれにいたしましてもこの地方創生についてもですね、非常に大事な問題はやはりインフラの整備というのがやっぱり大事だなと思います。まあ、物流あるいは人流、まあ、そういったものの流れをしっかりやっていくということが非常に大事だと思ってますので、まあ、この辺の出ましたリニア中央新幹線並びに西武新幹線、あるいは本当にあの先ほど出ました、高速道路ですね、和歌山県と奈良をつなぐとか、そういったものも本当に重要だろうと思います。まあ、いずれにいたしましても大変僭越なものいいですけども、やはり本当に今大事なのは国の新たな発展といいますか、それを本当にこう提言していくようなことが大事なんで、それがいわゆる地方創生でもあるし防災でもあるしと、あるいは新しい地方への雇用の増出だということだと思いますので、まあ、関係連大変先生でございますが、まあ、それのやはりそのリーダーシップを取っていければいいなと思いますし、まあ、連合も広域連合もですね、その関西のためのというよりも日本全体のためのお知恵を拝借できればと思います。で、まあ、いずれにしましても繰り返しになりますけれども、いろんな観光にしろスポーツ振興にしろ、地方のあれに雇用の創出にしろですね、本当に究極的に大事な話はやっぱ私は物流網交通網のですね、本当に整備だと思ってますので、リニアから整備新幹線空港港湾あるいは高速道路、これを本当にやっていくということが大前提じゃないんじゃないかと思いますし、まあ、その辺を一つお注意を拝借したいと思います。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今まで各経済団体からご意見いただきましたんですけれども、この時点でもし追加補足等がございましたらよろしいでしょうか。はい、それではこれより関西広域連合の各委員からいただきましたご意見等についての発言をさせていただきます。まず連合庁から総括的なご発言いただきまして順次お願いいたしたいと思います。大変あの多方面にわたるご意見を頂戴したものですから、何をお答えどうしたらいいのかということで迷いますけれども、あの私が気がついた点について、まずあの広域連合なりの立場でお話を申し上げた上で各委員から補足をしていただければと思って、おります。あの広域観光について多くの方からお触れをいただきました。森会長のご挨拶でも最初華やか関西から始まったわけでありまして、あの広域観光は非常に重要だと思っておりますし、あの住副会長から言われたように、じゃあ受け皿が十分本当に整備されているんだろうかという点になりますと大変心配な点もないわけじゃありません。特にあのホテル の, あの数などがですね、実際問題として2000万人2020年、になったときに、そして関西への回遊率がですね、今33% ぐらいですけれども、それが40というようなことになったときに、40とか50ですねというようなことになったときに受け入れ可能かな。もう京都は例えば秋などになりましたらもう満杯であふれてしまっているという状況ですし、あの現にあの USJ のですね、あのハリーポッターが開幕してからどこに泊まってられるかというと神戸まで多くの方が流れてきているとこういう状況ですので、あのそういう意味からすると2021年のワールドマスターズゲームズの、あの受け皿も必要でだということを考えましたときに、あのそういう観光インフラをどう整備していくかって、これやはりあの計画的に進めないといけないというふうにあの私ども考えております。それからあの国土形成計画提言をしていこうという関西関係連の立場での提言をしていこうという点についてはぜひよろしくお願いしたいと思いますし、私ども自身もそれはそれで考えなきゃいけませんが、あの私どもの考え方も
関係連の提言の中にも織り込んでいただきますれば幸いかと思っております。ちょっと地方の国土建設計画の場の設定が遅れがちになっておりますので、これについてもここ国土交通局の近畿整備局の方ともさらによく打ち合わせをさせていただきて急ぎたいと思っております。関西らしさをどう出していくかというのは非常に難しいのでありますが、サミットの誘致につきましては大橋会長からもお触れいただきましたし、佐藤会頭からもお触れいただいたわけでありますが、パリでの事件ですとかベルギーでの事件ですとか今回の誘拐事件ですとかというような一連の流れを見てますと、大変いわば警備の問題が重要な問題としてクローズアップされてくるのではないか、このように思っております。一番重要なのはその警備体制をきちっと取れるかどうかということになると思われますので、そういう意味からすると神戸の会場ポートアイランドで島でやろうということになりますので、私は今の環境は非常に神戸に有利になってきてるんじゃないか、かなり飲水気味かもしれませんけど思っているものでございます。ぜひよろしくご推進ご協力の方をお願いしたいと思います。それと小島副会長から言われました、住民に本当に関西広域連合の活動が理解されているのか、住民をさらに巻き込むような進め方が必要ではないかという点は、実を言いますと市長町長のいや議長さん方の会合でもよく指摘されている事柄でございまして、この点についてはさらに私ども自身もいい方法を検討していく必要があると思っています。それとどうしてもですね、省庁の再一部でも移転をとかいうことで、ありますが、この点については文化庁が分室を設けていただいているわけですけれども、こういう正式な意味でのですね機能の何て言うんでしょう、地方分散というのを図っていただく必要があるのではないかと思います。で、我々は冒頭ご挨拶で申し上げましたように、さらに首都機能のバックアップ機能をちゃんと位置づけてほしいということを申しております。最近陽木部先生などは防災庁を作れと、でその防災庁は関西にということを非常に強く主張され始めておられます。我々もポスト20年、阪神淡路から20年でありますので、このような主張をさらに声を大きくしていきたいと思っているものでございます。それから関西広域連合で7事務だけではなくて、広域的に取り組める事務についてもっと取り組んだらどうかというお話でございます。今訴状に広域計画などに挙げてますのが試験研究機関でございまして、試験研究機関それぞれの府県がワンセット持ってるんでありますが、統合すると特色のある研究機関化できるのではないか、もっと専門性が発揮できるような試験研究機関化できるのではないかということも含めて訴状に挙げていきたいと考えておりますが、これもですねきっとどこに何の研究を設置するのかということで、引っ張り合いが出るんでありますが、そこをまとめるのが広域連合だということになりますので、これは努力していく必要があるのではないかと思います。それと合わせまして今年というよりも今年ですね、この3月に4年に1回の大規模な医学会が京都で行われます。そして医療機器の展示が神戸で行われ、大阪では
今後の健康をテーマにした大きなシンポジウムをですね開催することになっております。でその前にメディカルジャパンがあるわけでありますので、これらをセットにして、それこそ医療首都関西なんだということをですね、強くアピールできるようなことにつないでいき、それで一回帰的なものでしないで、関西として常に発信していけるような仕掛けを作りたいということで、井村先生のご指導もいただきながら広域連合として取り組んでいこうというふうに進めようとしておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。それからワールドマスターズに関連してスポーツを総合的に取り組んでいく必要性、これは先ほどの観光とも気を一にするものでございますので、スポーツ施設の充実、それから宿泊施設の整備、そしてスポーツそのものはやはり強くないとなかなか盛り上がらないという点もございますので、今年は阪神タイガースでもですね優勝してくれるとアピールするのではないかというふうに思っております。20年ぶりの優勝に、なんとか全国優勝はものすごくずれてるんですね。星野さん以来30年ぶりですか、15年、10年、日本一は30年ですから非常に意味のある年だと思いますので、そのような意味でもですねぜひ盛り上げていただいたらなと思っているものでございます。それから立石さんからあれです、規制や構造改革必要なんだけれども、なかなかスピード感もないし遅いぞというご指摘いただきました。で我々もですね強く主張しているのでありますが、なかなか相手が動いてくれない、国ってのは本当は遅いところですねというのがまず実感なんでありますが、なんか悪口を言ったら声が大きくなくなりましたけれども、そういう意味でですね、もっともっときちんとした主張をしていきたいと思っております。それと広域インフラについてはまた詳しくコメントあると思いますが、東京圏と関西圏と比べて何が違ってるかというと、広域インフラの整備度が全然違います。外環状までですね関東圏は出来上がりそうなんですね、2020年までに。で我々の方は環状さえズタズタに切れてる、こういう実態でありまして、残念ながら大阪湾がですね、あるもんですから、まん丸くならないという物理的な制約はあるわけですけれども、ただいずれにしてもあまりにもインフラがズタズタと切れている。これをまずはつないでいくことが非常に重要です。それと合わせてリニアとかですね、新幹線などの整備を合わせて進めていかねばならないのではないかと思います。大橋会頭から一つ一つじゃなくて総括的な規制緩和をやるべきだと私もそう言っておりますし、究極の規制緩和というのは何かというと、その事務そのものを国があれこれ言うんじゃなくても、地方団体にポイと任せてしまえと。で地方団体の責任で積極的に規制緩和するならする、でしないならしないというような形を取ることが一番究極的な規制緩和だと主張しているもので、ございます。それから前田さんからビジネスマッチングの話をいただきました。どのような商談会的な開催をしていくのがいいのかですね、これも積極的に検討していきたいと思います。それと合わせまして、農業について村尾さんからもっともっと目を向けろという話がいただきました。輸出競争力のある分野が農業でいっぱいあるんですね。その輸出競争力のある分野を育てないで平均化しようとしてきたのが今までの政策ですので、ようやく強いものを強くしようという動きになってきておりますので、この動きを
さらに活性化するように努力をしていきたいと思っております。それから大同会頭から広域 SSID の機能をちゃんと作れという話をいただきました。これ何度も話題になっておりますが、国自身もですね、統一しようとしたんですけども、なかなかうまくいかなくてですね、もう民間の方が先走りしてまして、進んでしまっておりまして、それで今民間の動きの方に、まあ、少し見てよというような感じになっておりますが、ただそればっかりではいけませんので、例えば神戸市ですと、神戸市内は無料化しようというような形でですね、個別の対応も進んできておりますが、それをどうつないでいくかということをぜひ進めていきたいなと思います。それから地方版総合戦略の策定にあたって、相談機能をきちっとですね、高めろというお話も頂戴しました。我々自身もどこまでその相談能力があるか心配なしとしませんけれども、情報連絡はきちっとしなきゃいかん。昨日も県と市町村と の意見交換会やったんですが、国や県の総合戦略ができて、それから市町村が総合戦略を作るようでは遅すぎると。つまり同時並行的に県も市町も作るぐらい の共通情報を持たないといけないのではないかという指摘もある氏からいただいたところでありまして、これもですね、私からもそのような方向で考えましょうというふうにお答えをしました。まさしくそうではないかと思います。気を一にしながら、関西全体と各府県と、そして各市長と具体化していくように努めていきたいと考えております。ジオパークについては積極的に3県共同して進めますし、ジオパークネットワークを進めることが非常に重要だと、このように考えますので、よろしくお願いをいたします。それから北前船のは話は非常に勇壮な話でありますので、我々としてもご参加をさせていただければと思います。丸浦さんからは田舎の良さというものを、他にないところの良さをどう売り出すかということの重要性を指摘していただきました。関西広域連合の3加盟していただいている地域は、まさしく日本海から太平洋までですね、ありまして、まさしく日本の縮図でありますので、その日本の縮図をいかに生かすかということをベースにして、観光とか文化とか、あるいは地域振興という点で取り組んでいきたいと思っております。水素ステーションの配置につきましてはですね、水素ステーションの計画的な整備をしようということで、関西空気連合でも広域的な取り組みをしようということで、相談をいたしてきております。実を言いますと、兵庫県はもうすでに水素ステーションの整備計画を作りまして、推進を図っているところで、ございます。それから、沖原会長からインフラと、それからナショナルレジリエンスの重要性についてご指摘をいただきました。日本列島をどう本当に使おうとしているのか、関東圏だけで日本列島はいいんだと思っているのか、それとも日本列島全体を使いこなそうとしているのか、国土政策の方向性がどうもよく見えてない。で、特にですね、昨年の6月か7月に出された国土の基本デザインではですね、私はあれ読んだ限りでは、まさしく
一極集中をピラミッド化して広げていったらいいんだというような相変わらずのですね、ピラミッド主義が書かれているんじゃないかという懸念を非常に強くしております。例えば地方の一番最末端の機能を維持するためにコンパクトな拠点を作る、そういう拠点主義っていうのが実を言うと失敗してきたんじゃないのかという思いがいたしまして、拠点ではなくてその一つ一つのサービスのエリアが違うわけですので、その一つ一つのサービスをどう連携させていくか、ネットワーク化でつないでいくか、そういう横のつながりというものの発想が必要なんではないか、コンパクトにまとめればいいんだという話ではないのではないかというふうに反論をしているところで、ございます。ともあれ感想をじみた回答になったかもしれませんが、どうぞよろしくご理解をいただきましたらと思います。連合庁からお指令をいただきましたので、私今のお話の中では、農業とインフラのところを担当しておりますので、それを申し上げます。でその前に藤縄さんにジオパークで、和歌山の方の、南紀ジオパークも、覚えていただきましてありがとうございます。大先輩にはご指導いただいてですね、頑張っていきたいと思いますし、それから今年の国際会議にはぜひ我々も大いに参加させてもらいたいと思っております。それからまずインフラでございますけれども、インフラにつきましては実は、広域連合は、まず広域インフラの基本的な考え方というのを、哲学的なものですね、例えばリダンダンシーをちゃんと考えるとかですね、そういうようなことをちゃんと考えて基本的な考え方というのをまとめました。でそれをもとにしましてですね、これはもう今から2年ほど前になるんですけど、高速道路、ほか幹線道路ですね、これとそれから鉄道、できれば回廊もあってもいいなと思ってたんですけども、そういうもののグランドデザインをですね書いてしまおう、それでみんなでですね、例えば和歌山が北陸新幹線のあたりをですね、我々も運動するときに、そういうことをみんなで同じようなことを言ってですね、でその全体のインフラ整備を図ろうと、こういう運動を今しているわけです。で現状申し上げますと、高速道路の方はきれいにできまして、資料は今日は行ってないかもしれませんが、みんなが使えるようになっております。で、鉄道の方がですね、残念ながら意見が対立いたしましてですね、そのグランドデザイン書けませんでした。それで大変申し訳ないんですが、そんな状態になっているということでございます。で実は木原さんの先ほどの話を聞いてですね、我が友現れるというふうに思いました。で片山さんが私の代わりに随分言っていただいたんですけども、例えば和歌山なんかでは随分インフラの整備、特に高速道路系の整備がものすごく遅れていて、今日本一有速率の悪いところなんですけれども、なんとかせねやチャンスが失われるなっていうのは分かってるんですけれども、そればっかり言っててもあかんなと、で泣いても言うことは聞いてくれないな、だからちゃんと日本と世界のことを議論して正しいことを主張しようと、こういうふうに和歌山県はずっとやってきました。で、そういう意味ではですね、先ほど木原さんが関西のことだけじゃなくて日本のことを考えてやるんだと言われたのは本当に我が意を得たりという感が、いたしました。で広域連合のインフラをやってる割にはですね、関係連のおやりになっているいろいろな運動について、もう一つ連携をお願いしますという働きかけをしに行くのが、ちょっとおろそかになってるなというふうに改めて思いましたので、
またご指導のほどよろしくお願い申し上げます。一緒にやりたいとこういうことであります。それから農業につきましてはですね、これも広域連合できましたときにちょっとおろそかになっていて、で産業の一環であるということで少し遅れて私が担当して、今ビジョンを作ったり広域計画を作ったりしてやっております。で大体大きく分けると2つぐらい目標があって、1つは地産地消でいきましょうというのと、もう1つは攪拌をしていきましょうと、分類をするともうちょっとあるんですけど、大きく分けるとその2つになります。で地産地消の方でちょっとPR をさせていただきますと、これなかなかですね、農業の振興についてはみんなそれぞれやってるもんですから、広域連合がそれを全部いただいて統一的にやるというのはなかなか難しいんで、あんまりお金たくさん使えませんが、今企業にですね、おいしい関西応援企業というのをお勧めをしてですね、それで、うちは社員食堂なんかで、関西のおいしい食材を使ってあげるよというようなことをですね、そういうものを広げていきたい。で担当委員としては本当は給食なんかにですね、もうちょっと実は追加的なお金をかけてでもやりたいなという気持ちはあるんですけど、まだ皆さんの理解を得られるところまで至っておりません。でもう一つは、おっしゃるようにまさに輸出をしていかないといけないということだと思っております。で、どう考えてもですね、今日本はこの農業の関係あるいは食品の関係の輸出に関してはですね、チャンスが2つあると思います。1つは安全です。でもう1つは美味しいということであります。で舶来上等という言葉が我々子どもの頃ありましたけども、日本上等でしかも日本安全ですから、これはものすごいチャンスでございます。でこれもそれぞれの地域がそれぞれやってるんですけど、ですから統一的にはなかなかできないと思いますけれども、我々もできるだけお互いにこう宣伝し合いっこするような形でやろうと。でこれはまあ自発的に和歌山県がやってるんですけども、我々香港と割合仲いいんで、それで見本市なんかに出撃するときに他県の企業にも農業者にも声をかけて、それで一緒に行きませんかと、世話だけしますよと、お金は自分で払ってくださいねと、あるいはそれぞれの県なんかで助成もらってやってくださいねと、まあ、こういう感じでお声をかけて、結構大阪の企業なんかがですねお入りになって、そういう実績も上がりました。他県でやっておられるやつもぜひそういうことをですね、まあ緩やかではございますがお勧めしてまいりたいなというふうに思っております。で一つだけですね、プロモーションはそれぞれ地方が関西広域連合を含めてそれぞれできるんですが、一個だけできないことがあります。これ何かというと検疫です。でもう本当にですね、とんでもないむちゃくちゃな検疫が世の中まかり通ってるわけです、世界中で。放射能の時もむちゃくちゃでしたけども、でそれをですね、日本の政府は戦う癖がついておりません。これは通産省と全く違うわけでありまして、全部守りでずっと今まで来たから、海外の権益なんか叩き潰してやるぞという交渉をですねほとんどやる癖がついてない。でこれは林大臣になってから随分変わってきましたけれども、まだまだこれで邪魔されていろんなものが出ていけない、特にアメリカとか中国とかいう大市場にはですねものすごく苦戦をするというのは皆さん実務やっておられる人はよくお分かりだと思います。で、これは財界の方もですねぜひこらと言ってですね言っていただきたい、そんなふうに思います。それから以上で担当のところ終わったんですけども、今日は忌憚ない意見ということなんで2つだけ自分の意見申し上げます。まず権限以上でございます。でこれは私は副連合長でございますし組織人でございますから、連合で決まったことはちゃんと一生懸命やるんですけれども、自分の意見を申し上げますと、まあ、これまで連合が広域連合が、メインのターゲットにしてた丸ごと移管ですね、地方支分局の丸ごと移管というのはなんか不十分でつまらんなというふうに本当は思っています。でなぜかというとですね、それは一番大事なところ、国の機能の一番大事なところは執行ではなくて、アロケーションだと思ってるからです。でアロケーションは全部、中央でやってます。でこのアロケーションのところをいただかないとですね、我々下請けになってしまう。
で下請けのところ一生懸命取りに行ってもですね、大して面白くないぞという話をですね、まあ心の中で思いながら、それもくれないのはけしからんと言ってですね、運動は一生懸命やっています。でその観点からすると、アロケーションと関係のない国の本体の仕事を取ってくるという部分が少し余地があると思っています。例えばあの番割でですね、地方にバーッとまだ巻いてしまうような予算を、各省とも結構持ってます。でそれは初めからくれてしまっていいわけです。そしたらもっと効率よくやってやるぞということになるんですね。で、これが例えばあの国道なんかのですね、あの維持整備なんてのはあのそういうもんだと思っています。それからあのもう一つはですね、あの、ちょっとこの権限以上とは違うと思いますけれども、あの、その国土 の、 あの総局化という観点から、先ほどあのございましたようなあの、あの国の機関丸ごといただいてきて、で関西に来ていただくということはものすごく魅力的だな、思います。であのこの時もですね、あのこの時はアロケーションの問題はそこでやるわけですから全然問題ないんですけども、あの政治家あるいは官邸がですね、しょっちゅういじくりたいと思ってるやつはなかなかこっちへ持ってくるのは場所的に難しいかもしれませんですね。だけどそうでないような中央省庁の機関っていうのは絶対あるはずなんで、いっぱいあると思います。程度の問題ですけども、そんなものをいただいてきてですね、なんだ不都合はないはずだ、でいただいてきちゃおうじゃないですかと。和歌山無理ですけど京都なんかにどんどん来ていただいたらいいというふうに思っております。それからあの景気の話なんですけども、あの、景気で、今あの和歌山のような地方圏は、あんまり景気よくありません。なぜかというと、これはあの消費不況です。でなぜかというと、従業員の賃金が上がらないからです。なぜかというと、大いに儲かった、全国的な大企業、特に輸出採算を持っておられる大企業ですね。でこの企業が今度はあの材料をあの調達するとか、下請け人代金を払うとか、運送サービスを受けるとか、そういう時の料金が、全く上がってません。まあちょっと言い過ぎました、あのもっと上げてもいいのになというような、ぐらいではないかと思います。でそっちの方のサービサーの方は実は地方にごちゃまんといるわけです。でそのごちゃまんといるところが、自分のところはあの今度は材料費なんか上がりますから、採算が逆に悪くなってるわけですね。で従業員の給料なんか上げられるわけがない。そうすると消費不況になる。これデフレ要因でとっても足を引っ張ると思っています。で安倍さんは、今あの時々こうじっと観察してるんですけど、あの財界のトップなんかに、特に経団連のトップなんかにですね、給与上げてやってねということはしょっちゅうおっしゃいます。だけど本当は今年言うべきはですね、あの価格転嫁してあげてねということを言うべきではないか。特にあの、皆さんのような組織はですね、傘下に中小企業をたくさん抱えておられると思います。そうすると力を合わせてですね、それをあの、政府に突きつけて運動にしていくということがですね、絶対必要だというふうに、これ日本のために私は思います。で和歌山県というか、あの私個人ですけど、ものすごい運動してるんですけど、よかったよかったと言いながらですね、なかなかそう大きな力にはなってないというのがあの現状ではないか。で今年の春闘が、のあたりがですね、ものすごい山場になるはずなんで、あのただの給料だけじゃなくて価格転嫁を本当に認めてやれということをですね、ぜひあの運動の一つにしていただきたいなと思います。でもう一つは、日本の世界っていうのはすぐ呪縛ができます。で呪縛の二つはですね、一つは、公共事業は悪だという、さっきのインフラの話で、あると思います。であの景気を良くしていかないといかないんですが、もう一つはですね、あの当時と大変失礼かもしれませんが、あの規制緩和だけが、種だと思い込まされているところがあるというふうに思うんです。であの大きあのキーワードは投資だと思ってます。でその投資の中には、インフラのような公共投資もあるし、それはあの財政が大変ですから、そればっかり依存できませんけども、もう一つは民間の投資が盛んになるようなことをすればいい。その一環として多分規制緩和がある。だから規制緩和何でもやれば
いいっていうでもなくて、それだけではなくて、投資を盛んにする一環として戦略分野、例えば医療の周辺なんて絶対にそれはあると思うんですけども、そういうところをやるというのが一つであるけれども、例えば薬局の代わりにですね、ネットで売っていいことにしろと、それが成長だと、これ全く違うんじゃないかと、地方の雇用がむしろ減っていく話になるんじゃないかなと、まあ、もちろん消費者余剰とかですね、そういうもっと大きな社会正義を考えれば話は別かもしれませんが、景気とか雇用とか地方創生とか地方の経済とか考えればですね、ちょっと違うんじゃないかなというふうに思いますので、自分の意見を申し上げさせていただきました。どうぞ、他の委員の皆さん。京都府の山田でございます。私の担当は観光文化でありまして、先ほどお話していると本当に観光が多いなとおいうことがもう如実に出ているんで、非常に、責任重大に感じております。やっぱりまあその背景といたしましてね、去年1000万超えたと思ってたら、あっという間に1340万まで行ってしまったということがあります。これだけ急激に伸びるのかと、観光客数30数パーセント伸びて、そして消費額はですね、6000億以上一発で伸びてしまったわけですから、1年で6000億以上伸びる産業ってそう簡単ではないんじゃないかなと思うと、この観光産業の凄さっていうのが改めて実感されます。まあ、これで多分日本はアジアでは今まで7番目だったんですけれども、シンガポール韓国と並んで5位グループか、または単独5位ぐらいになったんじゃないかなというふうに思っておりまして、大きな飛躍になったと。そして関西を見ましても、関空が630万ですか、ようやく東日本の大震災から回復した2012年が360万ですから、そこから400万になり600万というものすごい伸びを記録しているわけでありまして、我々ちょっと実は関西広域連合の海外プロモーションはじりじりと関西という名を売り込んでいこうじゃないか、そして関西の魅力を発信していこうじゃないか、同時に関西のそうした観光基盤を整えていこうじゃないかということでやってきたんですけれども、かなり戦略自身の前倒しスピード化を求められている。多分このままでいくと2015年は1500万楽に超えるんじゃないかなというふうに思います。特に伸びの中心になってくるのは中国、タイ、マレーシアあたりだと思いますけれどもね、中国が今年240万、83% 劇的な回復を伸びましたけども、韓国に行っている中国人観光客数は589万が、2014年ですから、それからすれば240万がいかに少ないかということだと思っておりまして、これはすぐに400万超えるだろうと。そしてタイとマレーシア60万40万という数字を記録しましたけれども、これもあっという間に7、80万、そして5、60万に上がってくるだろう。これ韓国や香港、台湾といった常連と合わせるともう1500万なんてあっという間超えてしまうところまで来る。このうち大体約4割弱が関西を訪れているわけでありますから、ものすごい勢いで200万増えればそれだけで80万の外国人がいっぺんに増えていくということになってまいりますので、観光に対する取り組みをとにかくスピードアップしていかなきゃならないというのが今の実感であります。まあ、そうした中で、観光ネットワークを中心としたプロモーション、今まで中国、韓国、香港、そして、昨年はマレーシア、タイへ行ってまいりまして、こうしたことに対応しておりますけれども、言われておりますのは関西広域連合今年来たねと、他のところは毎年来てるよということをタイでも言われました。で、先ほどお話がありましたように、関西の商工会議所でもですね、観光ネットワークを作っていただいて、そして出ていっておりますので、今年度からプロモーションを細分化しようと思っております。今までのような第五層船団みたいにみんなが行ってわってやるのではなくて、効率的効果的に小グループに分けていく、そしてその代わり頻繁に行ってですね、関係を密にしていきたい、それによって関西広域連合をしっかり売り込んでいきたいというふうに思っておりますので、ぜひとも経済界の皆様と一緒になってこの取り組みというものを進めさせていただきたいと思います。
それからもう一つの関西魅力発信につきましては、もういろいろな方からお話がありました。サイクリングロードの話ですとか、モズフリーキ古墳群の話ですとか、そうしたお話をいただいたわけでありまして、私どもといたしましても、まさに北前船やジオパークも含めて、この関西の魅力を統一的に発信できることを強化していきたいというふうに思っております。今までは関西としては、お話がありました関西国際観光イヤーという形で食をやり、アニメ漫画をやり、今年は世界遺産をやろうというふうに思っております。そしてその中でモズフリーチ古墳群も古墳に関するフォーラムとやっていきたいというふうに思っておりますし、やはり関西の魅力というのは歴史文化の集積というものが非常に優れているところにあるわけでありますので、そうした点から申しますと、こうした歴史文化の関西は首都であるということをこれから定期的にやっていきたい、それは歴史にしっかりと依拠してやっていきたい、その中でできれば29年が確かモズフリーチ古墳群の指定を目指している時ですから、この辺りの歴史とは古墳であろうじゃないかと、それまではじゃあどれでやるのかといったようなことをですね、今関西の広域観光計画の中にやろうというふうにしております。もちろん国際観光イヤー、これはどちらかというとソフト無形遺産関係と申しますかですね、ポップも含めてやってまいりましたので、この面も強化してまいりますし、文化の道として人形浄瑠璃や祭りや、そうしたこともやっておりますので、こういう文化の方の道もしっかりと作り上げていく中で関西の魅力を発信していきたいと思いますし、広域ルートのお話もありましたけれども、三好は多分入っているのは関西の秘境巡りみたいなところで入ったと思うんですけどですね、そうしたいろんな原風景の魅力というのもしっかりと我々広域ルートとして打ち出していきたいと思います。それからもう一つたくさんお話がありましたのは、先ほど連合庁からもお話がありましたように Wi-Fi の話であります。でこれにつきましては大阪はフリー Wi-Fi があり、京都市ももう1900ぐらいのポイントを作っていく話をしておりますし、神戸もやっていくというように各事業者でやってきております。まあ、この面からするとこれは村尾さんが一番専門家だからよくご存知だと思うんですけれども、その中で我々が今、国も今一生懸命考えているのが、認証制度だけは統一化しようじゃないか、事業者は違っても認証制度入り口のところを統一すれば、一回認証すればあとはそれぞれ大阪や京都や神戸の Wi-Fi がそのまま使えるような仕組みにアプリを統一してやっていくことができないかということを今研究会を作って、これは電気事業者や国土交通省だとか総務省ですかね、こうしたところと今研究会を作ってやってきております。ですからぜひともこれはお願いをしたいのは、これは鉄道ではやってらっしゃるところもありますし、民間でもやってらっしゃるところもあります。そして公共団体でもやってるところはあります。ですからそれがこれから認証制度だけの統一化、つまり入り口の統一化には向かってはみんなで協力しようじゃないかということをぜひとも経済界そして地方公共団体の一つの意思として進めさせていただければ、多分東京より先に関西の方が行けるかもしれないというふうに思っておりまして、その点を強化していきたいと思っております。多機能の交通パスにつきましてもお話がありましたけれども、これもぜひとも関西の魅力として我々も協力させていただきたいというふうに思っております。ちょうど観光に関しては華やか関西を中心としまして広域観光研究会を作りまして、一番関西広域連合と経済界が密接に連携を取れている分野でありますので、これからも関西観光につきまして経済界の皆様としっかりと連携をして一体的にですね、これからの取り組みを進めるようにしていきたいというふうに思っております。あと自分の担当外について2点だけというか地方創生について述べさせていただきたいんですけれども、地方創生の中で多分いろいろとご意見いただきましたのはやっぱりインフラの問題でありました。で私も実はこの問題については石破大臣をはじめとして地方創生の中でインフラ格差がある限りそれぞれの地域の魅力が発揮できないと、それでは不公平じゃないか、これ安倍総理にも一つ間違えば弱肉強食になりますということを訴えたんですけれども、その中でずっと言われてまいりましたのは地方創生はインフラはやらないと、ソフトだと、
魅力発信、魅力づくりのソフトなんで、インフラはやらないという話をずっと繰り返し述べております。ですから、この問題に対しましては、やはりインフラの問題は、関西が共通、みんなで意思統一して向かっていく必要があるのではないかと思っております。私は正直申し上げまして、昔からですね、密かに、リニア、これは名古屋までしかやらない。そしてその後の関西の方はまたこれから。それから北陸新幹線、金沢まで行って次は敦賀で、その後はフリーゲージだと。それから、これはなんとか解除しましたけども、新名神、凍結されたと。これやっぱり三大関西屈辱プロジェクトと、密かに呼んでいるんですけどですね。これはちょっとリニアの問題はその上にさらに昭和48年に決まったこと、関西広域連合を作った時の一番私の言いたかったことは、関西のことは関西で決める。関西で議論して関西で決める。というので、その議論まで封じられると、屈辱の上に屈辱になっちゃうんですけどですね。これはさっき起きまして。そうした問題についてやっぱり関西として、きちっと団結をして、関西広域連合と経団、経済界の皆さん、こんなことではですね、地方創生ではないじゃないかということをやっぱり強く訴えていく必要があるのじゃないかなというふうに思っております。さらに、京都のことに申しますと、総共構想について取り上げていただきましてありがとうございます。やはり関西の魅力は文化でありますから、この面について、なんで園遊会は勝って1回だった。2回に増えたときに関西に来なかったんだろうと。来たっていいじゃないかと。これは別に陛下の即位10年の茶会が臨時で京都で行われまして、そして20年の茶会の時は正式に東京と京都で行われているんです。一つ皇室の行事が正式なものになったという例があります。さらに七夕とか、そうしたかつて皇室行事として明治に東京に移った際に失われた行事がある。我々やっぱり関西からこそ日本の文化を発信できる体制を整えていきたい。そうした面での首都機能の移転としてのですね、文化庁や観光庁についても努力をしていきたいなというふうに考えているところであります。特区につきましては本当にスピード感がない。もうそれに尽きる。我々は先ほどのインフラと同じようにスピード感を持って、そうでなければ関西地方創生、そういうものを政府が求めるのはおかしいということをしっかりと言っていく必要があるというふうに感じております。以上です。それでは次に広域医療の関係で小島副会頭さんの方からいただきまして、連合庁の方からも医療首都関西を打ち出していくんだって、実は今年非常にいいタイミングで前半揃っているところです。一つは小島副会頭さんからも言っていただきましたメディカルジャパン2015大阪、これがインテックス大阪で行われるということで、実はここで関西広域連合も特別協力ということで、我々広域医療とそれからイノベーション、この両方が間で行っているところであります。そして実は関西広域連合の方で、これ2月の4日から6日まであるんですが、関西広域連合でブースを出させていただきまして、ここで例えば関西広域連合でのドクターヘリの問題であるとか、あるいは東日本大震災でのカウンターパート、そうした活躍ぶりであるとか、こうしたものを広く PR をさせていただくとともに、私の方で2月の5日には講演をさせていただこうと、このように考えております。そしてさらに今度は、これは今日お越しの皆様方、いわゆる関係連、経済同友会、そして京都、大阪、神戸のそれぞれの商工会議所の皆さん方と、我々関西広域連合で共に共催をしていきます。3月の20日から3月の22日までの伊都健康のフォーラム2015ということで、こちらはグランフロント大阪ナレッジプラザ、こちらの方で開催をさせていただきまして、特にオープニング行事である3月の20日、これは森会長さん、まずご挨拶をいただいて、伊都連合庁の方からもお話をいただくことになっております。先ほど何度もお名前が出てまいります日本医学会総会、これを率いる井村先生の方からも基調講演、これを行っていただくこととしております。しかも市民の皆さん方の参加がいるんじゃないか、協力がいるんじゃないかといった点について、こちらについては実は一般市民の皆様方開放とともに、特に3月の21、22、ここについては市民の皆さん方を逆に対象とする健康市民フェスタ、
こちらの方を実は開催をさせていただく運びとなっておりまして、これはまさに皆様方とのコラボレーションということになります。そして今度は場所を神戸に移して、日本医学会の総会2015関西、まずこちらが3月の28日から4月の5日まで行われます。しかもこれは市民に開放ということで、25万人の市民の皆さん方の参加、これをまあ求めていこうというものであります。また実はその後4月の11から13、今度は場所を京都に移しまして、この京都国際会館ほかで今度は学術公演が行われます。そしてここの中で関西広域連合について PR を我々させていただく運びとなっておりまして、まさに医療首都関西としての打ち出し、ここにありと言っても過言でありませんので、ぜひ皆様方のご協力と、逆に言うと皆様方とともに頑張っていければと考えております。あとそれ以外で2点復元をさせていただきたいと思います。一つは住副会長さんからお話のありましたインバウンドの受け皿作りの話です。今山田委員の方からもお話がありましたように、おそらく2015年かなりの数になりますし、まさに東京オリンピックの2020年2000万に超えちゃうんじゃないかと思うんですね。そこで先ほど丸浦副会長さんからもお話のあった、実は今徳島 VS 東京、これを打ち出して地方創生、東京一極集中の打破、こうしたものを新しい価値観として打ち出そうと、12月に舛添都知事と都庁で会談をしたんですね。でこの時に逆に協力要請がありまして、はっきり言って首都圏でのいわゆるインアウトもう限界と、これはぜひ関西で引き受けてほしいと、そうしないと2000万人も到底無理だろうと、ぜひ関西イン、そして例えば東京でとオリンピックを見て羽田からアウトとか成田からアウトとか、その逆とか、まあ、こうした点をぜひ引き受けてもらいたいというお話がありました。まあ、そうした意味でこれからはまさに我々関西の方が、何といっても関西大阪湾ベイエリアの中に5空港、しかも滑走路は7本あるんですね。ですからこれだけの資本というのは実は世界にないんですね。ただこれらが有機的に結びつかないからバラバラになる。先ほど仁坂知事からもお話がありましたように、こうしたものを例えば高速道路で結ぶ、あるいは今この関西のリニアの在り方として、特に堺市の皆さん方は関空にリニアを入れたらどうだ、新幹線を入れたらどうだ、これは大阪全体で言われている話なんですが、こうした有機的な、沖原副会長さんからもお話のあったグランドデザインをもっともっと打ち出さないといけない。なんといってもこの地方創生はただそれで終わるのではなくて、まさに日本創生は地方創生がなかりせばできないんだと、このように国の方では言い切っているところでありますので、我々関西からこうしたグランドデザイン、もちろん井戸連合庁が先ほど申し上げたように二眼レフ構造ですね、いつ何時首都直下型地震が起こるかわからない、もうすでに昨年日本列島全体で火山活動が始まった、富士山はもう秒読みの段階となっているんですね。だからそうした意味も考えて、我々関西がしっかりとこうした点についてもっともっと国に、これは経済界、そして我々行政が一体となって打ち出していかないとなかなか説得力がない、このように思いますので、ぜひこの点についてはよろしくと同時に進めていければと、このように考えております。そして最後は文化とスポーツの関わりです。まあ、先ほどから文化は関西だ、でも東京オリンピック、いやいやそれだけじゃない、ラグビーのワールドカップが前年にあり、その後にはワールドマスターズゲームズがあるんだ関西でということで、これについては実は全国知事会、まあ、山田会ちょっとここにおられますが、ここでオリンピックの祭典というだけではなくて、それをバックアップするためにこのカルチャルオリンピアドというのは実はこれ商標登録されておるんですが、ロンドンオリンピックの時にこの文化の祭典でもある、4年間をかけて、そしてその集大成がロンドンオリンピックの開幕式になると、まあ、こうした話も実は出たんですね。ということでこれをロンドンオリンピックだけっていうのはもったいないじゃないか、これを東京オリンピック・パラリンピックでやっていこうと、実は全国知事会の中では井戸連合庁の方から発言をいたしまして、まあ、すでにそうした文化の祭典としてもやっていこうということで、これは逆に言うとこの2020年の東京オリンピック・パラリンピック、あるいはインバウンド2000万と、こうしたものに対しての大きな戦略となってくると思いますので、まあ、ぜひこの意味でももっともっとこの文化、先ほど世界遺産の話もあったわけでありますが、こうしたものを掘り起こして、
そして2000万人なんてケチな話言うんではなくてですね、もっとそれ以上のものを、そしてこの引き受けてこそ我々関西がやるんだと、こうした気概で臨んでいければと思いますので、この点につきましても連携をぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それぞれのご意見賜って全くその通りだなと思っております。京都市は京都とともに観光文化を担当させていただいています。それぞれお話しありましたように、その関西の強みは各地域の魅力、文化、東京は東京圏になってしまいましたけど、首都圏は、関西はそれぞれの地域の個性を大事にし、そしてしっかりと連携するということだと思います。おかげさんで観光インバウンドも含めて関西非常に順調ですけども、危機的なものも感じております。したがって魅力をいかに生かして掘り下げかつ連携するかと、こういうことだと思います。一つはそういう魅力の発信、もう一つは不満をゼロにしていくという意味で、Wi-Fi の問題も多言語対応の問題も買い物環境の問題もハラル対応とかそれぞれのことをやってますけど、もっと掘り下げにならんなと。その時に人です。観光の専門家でおもてなしということを一生懸命みんな言うてます。そのおもてなしの専門家最前線はホテル旅館に働く人であり、かつ、飲食店に働く人であります。ところが京都市これだけ観光が順調で、もう外国人がだらけです。観光客いっぱいです。でもそのリーマンショック前の税収からまだ1割下がったまま、なぜだ。なあ、京都市内で製造業の非正規率は3割です。卸売小売は5割です。まあ全国平均そういうもんやと思います。ところが観光の主力である宿泊業飲食業 75% が非正規であります。したがって伝統産業等が厳しくなって観光にシフトしていく、そこは非正規の雇用の場である。したがって沖縄北海道に次いで京都は非正規率が高くなっている。観光立国日本ができた時にその主力の産業に働く人は 75% が非正規である。これで地方創生はできない、次の世代は生まれないと思います。したがって観光で安定した雇用を作る、正規雇用を作る、賃金を上げる、これを全国津々浦々でやっていかなければ、忙しい忙しい、余計来てくれはった、でもそこはパート労働者だ、困難が続くはずがないです。あんたのお父さん大会社勤めてはる、お母さん学校の先生してはる、ふーんって、あんたのお父さんは旅館で働いてはる、お母さん仲居さんしてはる、わ、おもてなしの専門家やな、素晴らしい、私も大学出て英語も中国語も勉強して仲居さんになろう、旅館で働こう、飲食店で働こう、料理人は確保できるけど仲居は確保できないと。これ10年後5年後10年後世界から2000万人来はったと。そこの仲居さんがパートばっかし、こんなことが成り立つはずがない。したがって観光の専門家を育てる、そして観光に積極的な人も含めて投資をしていただく、これなしに観光立国はならないし地方創生もないと。嫌なことを言いますけど、ここのとこがその持続可能な観光にしていく、観光立国にしていく、まあ、京都が比較的その先を走っている、その時の我々が今痛感していることであります。ぜひとも関西の経済界の方々の、ご英断をお願いしたいですし、同時に京都は不満は宿泊施設が足りないと
ということでございます、外国の資本が宿泊施設を最近作り出していただいてますけど、ぜひ関西の資本でよろしくお願いしたいと思っています。もう一点、地方創生東京局集中打破で今お話はいただきましたし、山田知事からもお話ありましたけど、文化庁、観光庁、中小企業庁長の等の、関西へのということをより大きく言っていかなければならないと思いますし、首都機能のバックアップということで、総共構想、皇室のどなたかを京都御所に、で歴代の天皇の御大典が東京で行われたのは平成の天皇が初めてであります。元旦に NHK で京都御所のことが報道特集されましたけど、京都御所ではいつでも皇室の方がお住まいできる、また御大典もということを、非常に難しい問題ですけど関西から言うていかなければならないんじゃないかな。特に関東大震災で宮家の方が3名落命されております。東京に皇室の方が全部お住まいであるというのは日本の宝、皇室のいやさかのためにも大変なことでありますので、関西から言うていかなければならないんじゃないかなと思います。もう一点だけちょっと気になる最近の動きがあります。地方創生、首都圏からの一極集中打破という動きはありがたいんですけども、工場企業の本社等が移転する場合に東京一極集中打破やのに中部と京阪神が除外される、あるいは大学の入学定員の規制に東京とともに名古屋県と京阪神が一緒に東京と一緒の扱いされる、工場等制限法の復活のような気配すら感じます。それについてもぜひよろしくお願いしたいなと思っています。小池連合の皆さんと、また、経済界の皆さんとしっかりと連携しながら、とりわけ関空へのリニアの問題も含めて取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。三日月院竹山委員の発言の前にちょっとすみません、佐藤会頭から黙って聞いてると疲れるもんですからちょっと喋らせていただきますけど、さっきの連合庁おっしゃってましたホテルの供給不足、これはですね USJ の効果で周辺部まで宿泊ゾーンが広がってきたということで、つまり広域型の観光になってきたということで、これは私は大いに評価すべきことだと思っています。しかし今後それでも足らずに供給不足になる、これは考えないといけない。その場合に門川知事にお返ししますけど、これやっぱり規制緩和もうちょっとやってもらわないと、高さ制限とか、これはね経済は経済の法則で利益が出るところはどんどん作りますよ、ほっといても大丈夫だけども、規制緩和はされてない、高さ制限、私が社長の時の空いた土地まだホテルは建ってない、京都市内ですから、これは国に規制緩和を求めるだけじゃなくて、やっぱ自ら皆さん方が規制緩和ということを努力していただかないといけない、こういう問題だと思います。からリニア山田知事にここではっきり言っていただきたい、同時開業、そのために同じテーブルについてやっていこう、大同団結、ルートは置いといて、いやルートは決まってんですから、もう早期開業、これはですねやっぱり関西同じ意見を持って臨まないと国から何だと言われるわけですよ、これお願いしたいですね。それからとついでに言わせていただきますけど、北前船、これは今年大阪でやることになってますから、ぜひ応援をいただきたい。それから価格転嫁、これは商工会議所全部が言ってますけど、なかなか進む、これはぜひ安倍総理に言っていただくように仁坂知事のお力添えをいただきたいと思います。それからですね、カルチュラルオリンピアード、この代表は相当雇用代にして言ってるんですけど、全然書いてないじゃないですか、この中に、この予算とかの中に書いています。これからじゃなくて遅いですよ、書いてます、はっきり言葉が
でもそれはロンドンでやった男とかシドニーでやった男とかなんかもうちょっと具体的に入れていただかないと総意にならないと思うんですよ。ぜひお願い申し上げたいと思います。まあ、とりあえずちょっとほっといたしました。すいませんと。お願いを兼ねてのお話をさせていただきます。先ほど前田会頭からもお話がありましたように、モズ古市古墳群の世界文化遺産登録でございます。今年あの国内推薦を目指しております。ぜひとも皆さん方のお力添えをいただきたいというふうに思っております。そして2年後、平成29年には世界文化遺産ユネスコ登録ということでございます。これまで大阪府さん、ハービー木の市さん、藤井寺市さんと一緒にいろんな講演会したり、ウォーキングイベントしたりシンポジウムやってきました。これらの集大成を今年やっていって今年国内推薦につなぎたいというふうに思います。関西では10年ぶりでございます。紀伊山系以来の10年ぶりでございます。私どもはやはりこの世界文化遺産になることの経済波及効果も非常に大きいものがあるというふうに思っております。関西大学の宮本教授の試算では大阪府域で360億、そして関西含めたら500億の経済波及効果があるのではないかというふうに言われております。また大阪府では156万人の方々が大阪府に来るというふうに言われております。例えば今、世界文化遺産に認定されました群馬県の富岡市では昨年度は年間31万人でございましたが、現在8ヶ月でも100万人を超えてるんですね。私ども堺および泉州というのは観光についてはマイナーなところでございました。京都や奈良というところは非常にメジャーでしたので世界文化遺産になってもそんなに上がりませんけど、堺や泉州は伸びしろがございます。ぜひそういった意味で大阪関西への波及効果をしっかりと皆さん方と共に享受したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思っております。それともう一つ、自転車サイクリングの話でございます。堺は自転車部品の5割以上を占めているところでございます。そういう意味でこれはまさに先ほど申しましたけど、仁徳天皇陵を作った時から金属加工が進んでるんですね。埋蔵物もそういうふうな金属加工が進んでて、それが、鉄砲になって自転車になってるというそういうふうな鋳造鍛造の技術を受け継いでるわけでございます。そういった近代自転車産業をしっかりと支えるためにも、私どもは和歌山の皆さんとも連携しながら泉州旧市四町でサイクリングロードを整備しようやないかということを今やっているところでございます。ぜひともそういう意味で基礎自治体と和歌山の基礎自治体府下と和歌山が結びながらやっていきたい、そして広域自治体の連携もぜひともいただきたいというふうに思います。泉州サイクルロード構想というふうな検討に着手しております。そして自転車道のマップの作成、そしてレンタル自転車の推進などをしてハードソフト両面でサイクリングを楽しんでいただける、外国の方も含めてサイクリングを楽しんでいただける状況を作っていきたいと思っております。最後に町人仕事が今大きなテーマになっております。これを担うのは私は広域自治体ではなく基礎自治体が中心、市町村が中心であるというふうに思います。ある意味で今市町村の中でですね、コミュニティビジネスやスモールビジネス、ソーシャルビジネスを起こしていくというのがそれぞれの創意工夫の中でやられておるわけでございます。例えば高齢者の介護、そして子どもさんの保育、さらには農業やお年寄りに対する配食サービス、こういったのはまさにコミュニティでできるわけでございます。そこに仕事を作っていく、その担い手は同じようなお年寄りであったり女性であったり障害を持っている皆さん方であると思います。そういうところから仕事を起こしていくことが私どもは絶対必要であるというふうに思っております。皆さん方のお力を得て
そういうふうな地域から仕事を起こす、そういったお手伝いをお願いしたいというふうに思っているところでございます。私からは以上でございます。それでは三日月院、上田副院、鳥居副院の順で発言をお願いします。はい、滋賀県知事の三日月泰造です。広域連合では環境保全を担当させていただいております。丸浦副会長の方から次世代自動車、燃料電池自動車のお話がございました。お手元資料1の23ページのところですね、環境保全の分野では電気自動車普及促進事業ということで項目があります。これ燃料電池自動車とここには明示しておりませんが、この電気自動車のみならず、この燃料電池自動車についてもそれぞれの自治体の取り組みをこう束ねながらですね、普及啓発に取り組んでいこうということを先立っての広域連合委員会の中でも確認をさせていただいておりますので、ぜひ水素ステーションの設置状況の把握や普及も含めて取り組んでまいりたいというふうに思います。もう一点はですね、今日このマザーレイクと称したこの伊藤園さんの多いお茶を皆さんにお飲みいただいております。これ今年度いっぱいの3月までの取り組みとしてですね、平成20年から取り組ませていただいているんですが、先ほど大阪の小島副会頭からもお話ありましたし、大道会長の方からもお話ありましたが、ぜひ行政だけじゃなくて民間企業も巻き込んだこういう環境保全の取り組みをですね、より一層展開していけるように、そしてその時にマーケットボリュームからいって、やはりその関西でこの広域のメリットが活かせる、そういう取り組みにつなげていけるようにさらに頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。大阪副知事の上田でございます。本日は松井知事、公務の関係で出席叶いません。冒頭お詫び申し上げたいというふうに思います。私の方で、広域産業振興と特区の関係担当させていただいております。すでに井戸連合長あるいは山田知事、泉知事などから発言ございましたので、基本的にはそれに尽きるというふうに思っておりますけれども、一つ特区の関係、規制改革ですが、ございましたようにやはりスピード感が大事だというふうに思っております。去年の3月に最初の地域認定されて、もうかれこれ1年経つんですけれども、いまだにその項目が3項目、医療の関係2つと雇用労働の関係1つということで、実際のその内容を議論する区域会議、これは国、地方団体、それから事業者の方々が入るメンバーで内容を議論するものですけれども、これもまだ2回しか行われていないという状況で、早急に第3回目を開催するべく今環境整備を進めているところでございますので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。それから細かい点ですけども、広域産業振興の関係で、堺の前田会頭と、それから、大将の小島副会頭からも若干ございました、ビジネスマッチングの関係でございます。広域産業振興を広域連合で行う中で、また大変重要な項目の一つというふうに思っておりまして、今年度からですね、今年度というか来年度ですね、来年度から、大企業と中小企業のビジネスマッチングについて、広域連合の組織枠組みを生かしまして、厚生の府県市が実施する、各府県が実施するマッチングについて、広域連合も一緒にやらせていただくということで、広域連合の域内の企業もそのマッチングに参加できるような形で、やっていきたいということも考えているところでございます。いずれにしても企業、中小企業を中心とした企業の振興、大変重要なことだと思っておりますので、これからも努力していきたいというふうに思っております。平成24年に関西広域産業ビジョン2011というのを作りまして、これに基づいて今後とも経済界の方々と協力連携しながら進めていきたいというふうに思っております。以上でございます。はい、すみません、神戸市の鳥居でございます。いつもお世話になりましてありがとうございます。本来なら久本が来て、ご挨拶すべきですけど、私の方が代わってお話しさせていただきます。一言だけサミットについてのお礼を申し上げておきたいと思います。おかげをもちまして外務省の方に私が書類を、申請持っていかせていただきましたけど、今回につきましてはですね、関西の経済界も皆さん一致していただいている、そして広域連合の方ですね、厚生の府県市も一体となって一応要望するという形を取らせていただいております。本当にありがとうございます。外務省からはですね、この点につきまして非常に高い評価をいただいております。本当にありがとうございます。関西一つ一つとかいうような言葉もいろいろありまして、なかなか一致しないという側面あるのかもしれないですけど、反対はですね、関西が一つにまとまった時のその強さ、
それをちょっと今回は実感をさせていただきました。事務レベルではいろいろ協議外務省ともさせていただいておりますが、井戸連合庁のお話にもありましたように、警備の面とかから申し上げましてもね、かなり事務レベル的にはいい線いってるんじゃないかなというふうには思ってございます。今後はですね、政治的にはいろんな絡みを絡まってくると思いますので、今後とも引き続き皆様方のですね、ご支援をお願いして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは予定の時間が参っておりますので、最後に連合庁と森会長から一言ずつコメントをいただきたいと思います。まず井戸連合庁、よろしくお願いします。大変活発なご議論をいただきましてありがとうございました。まだまだ具体論には渡っておりませんけれども、視点の重要性をいろいろな形で、ご指摘いただいたのではないかと思います。今日の基本的な考え方を十分踏まえまして、私ども広域連合としても具体化について努力をしていくようにしていきたいと思います。行動できる広域連合にぜひを目指していきたい、このように、決意をしておりますので、今後ともご指導よろしくお願いいたします。森会長、お願いします。本日は本当に大変お忙しい中、我々経済界との懇談の機会を賜りまして本当にありがとうございました。意見交換の方もですね、本当に忌憚のない意見交換ができたというふうに思っております。特に、経済界からですね、さまざまな要望意見と申し上げましたけれども、移動連合庁をはじめですね、皆様方から非常にこう丁寧に考え方をお示しいただいて感謝いたしております。しかしこれから大事なことはやはり皆さんからもそのような話出てましたけれども、スピーディーに実行することだというふうに思います。もちろんまだ考え方だけで具体的なアクションを起こすような段階まで煮詰まってない問題もありますけれども、こう煮詰まった問題からですね、お互いに力を合わせてスピーディーに実行に移す、そのことが関西のですね、発展につながっていくというふうに思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこれをもちまして意見交換会を終わらせていただきます。本日はお忙しい中ご指摘ありがとうございました。